山田淳三郎と孫文山田淳三郎5月18日から1960年2月18日は日本の革命運動家大陸浪人孫文の革命活動に参加した山田義正の実定である青森県弘前生まれおじ菊池苦労が創立した東大義塾を卒業後室蘭炭鉱期戦を経て上京青森林ん販売所となる 東亜道文会に、新国派遣留学生の選考に合格して、上海に渡り、その後南京道文書院に入学した。この頃、兄に孫文を紹介されている。卒業後は、道員教員、日露戦争での通訳従軍を経て、南満州鉄道に入社した。兄の意志を継いで孫文を支援し続け、第一次世界大戦中の第二次。 大熊内閣による対化21箇条を要求など、日本政府と遠征外政権の関係悪化による孫文の対日不信の中にあっても、山田は信頼を受けた。再び孫文が政権を回復した場合、日本軍が孫文に協力する胸の日中名約を秋山正幸海軍軍務局長が作成した際には、仲介役を担っている。しかし、秋山は、 日本政府の遠征外支持方針に反するとして左遷された。遠征外後の断気髄政権下においても山田は孫文の信頼を受け続けており、その動向は常に日本側の監視下に置かれていた。1925年北京での孫文臨終には唯一の日本人として立ち会っている。その後、山田は1945年の日本敗戦まで上海で過ごした。 シリーズ侵害革命100年、ありがとうございます。